船舶に備えられた電線管で通話する兵士電線管とは金属管などを用いた通話装置である。金属等の管の両端に送和口と覚醒装置を兼ねたロート状の受話器が付けられた構造をしている。このロートに口を近づけて話すと管の中を音が伝播し他方の受話器から音声が聞こえる仕組みである。不要な会話や音を伝達したくない場合のために 受話器に蓋や線が備えられているものもある。電力などのエネルギーがいらず、単純な構造で信頼性も高いことから、大型の船舶や工場などの広い建築物などで内線通話のために利用された。電話や無線機などの通信手段が発達した現在では実用としては、廃れており、以前までは軍艦などで電力が立たれた際に用いるための予備として使われていたが、 回線の高性能化及び多重化、停電時におけるバックアップ体制の拡充などにより冗長性が向上したこと、電線管の代わりを無電池電話のようなものが補うようになったこと、また、機密、水密上の弱点ともなることから予備としても搭載している管はほとんど存在しない。電線管が現役と言われている自衛隊でもメ型からは搭載していない。 音波の性質を学ぶ教材として、科学館などに設置されているほか、公園等の遊具に組み込まれているものもある。直径の小さい管の中では、音波は平面波のような状態で伝播し、減衰が少なくなるという原理を利用する。障害物のない場所での音波の伝播は、距離の事情に比例して減衰するが、細い管の中を伝播する場合は、 音波が拡散しないため減衰を大幅に抑えることができる。このため、電線管を用いると、障害物のない場所で会話するよりも、はるかに遠い場所に音声を伝えることができる。また、シークレットサービスの無線イヤホンは、電線管の仕組みを利用したイヤホンである。ありがとうございます。